お互いのぬくもりを感じているかのように優しく寄り添う白クマ。我が子をしっかりと抱きしめて命の鼓動を感じ取るウサギのお母さん。その眼差しや仕草には人間らしさを感じさせます。動物と人間の融合をテーマに小樽を拠点に活動する木彫り作家仁吉さんの作品で、新作を中心におよそ60点の作品が展示されています。仁吉さんの作品は動物を擬人化することで人間の心を表現しています。木彫り仁吉10年の奇跡展は札幌三越で来月10日まで開かれています。